強くて草、中日が3-2でヤクルトに逆転勝利。中日が2点を追う8回に3点を奪い、逆転勝ちして単独首位をキープした。勝ったがねえ。もはやチュニドラではないだと？勝った。チュニドラさんおめでとう。マジで優勝してほしい。よーし。これ逆転勝ちできるのやっぱり今年はちょっと違うね。あとは周平が継承なら言うことないんやが。強い強い勝ち方や。1位首位キープだがや。なお笠原には勝ちをつけないスタイル。ライマルはなんやかや抑えるわね。ライマルが出てくると、本当何事もなかったがごとく簡単に終わるな。ほんま清水なぁ。去年も8敗してるのに、この時期で3敗目はあかんやろ。ひほう、今年のヤクルト8分の6が逆転負け。そらストレス溜まるわ。もしかしてリリーフうんこか？そうだよ。この状態の清水が8回投げるくらいには派手にうんちやぞ。キャッチボーラー、早く来てくれー。恐竜復活か？細川も復調してきたし打つ方はなんとかなりそうな感じやな。細川神。細川とかいう肝心なところで打てばいいと思ってるやし。最高や。